お願いします。すいません、熊本の皆さん、大きな音ですいません。前に参議院議員をやっておりました山本太郎と申します。現在令和新選組、前の参議院選挙の時にですね、市民の皆さんのお力で国政政党になりました令和新選組で代表を務めております山本太郎と申します。よろしくお願いします。業務連絡ですが、少し後ろの方にいらっしゃる方、もう少し前に来ていただけると、真ん中の方とか結構ですよ、前の方とか結構です、後ろの方の方ですね、後ろの方の方、もう少し前の方に詰めていただけるとありがたいというお知らせでした。すいません、ありがとうございます。今日なぜ山本太郎がここ熊本でマイクを握らせていただいているかと申しますと、これから皆さんに直接山本太郎に質問、ご質問、苦言、提言、何でも結構でございます。とにかく皆さんからの何かしらのお言葉を投げていただいて、それに対して山本がお答えを返していくということをやってまいりたいと思います。政治に詳しいとか政治に詳しくないとか全く関係ないです。あなたの思うこと、あなたの生活に関わること、苦しんでることでも結構ですし、今政治に対して何かしら疑問を持っている、そういったことでも何でも構いません。皆さんからのご意見、ご質問、苦言、提言、いろんなものを山本に投げていただきながら、それに山本がお答えをさせていただくということを、この場をお借りしてやらせていただきたいと思います。この商店街内でご商売されている方には大変なご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。で、山本太郎が代表を務める令和新選組なんですけれども、先ほども申しました通り、先の参議院選挙、夏の参議院選挙で国政政党になりました。そして2議席国会に獲得することができました。その2議席、どういった人が国会議員になったかと申しますと、1人は ALS 難病患者の船子康彦さん、そしてもう1人、重度の障害を持つ木村英子さん、このお二人が現在国会議員として活動をしております。なぜこの2人を国会に行っていただいたか、その理由なんですけれども、あまりにも今の社会生きづらくないですか。どうだ、生産性で人間の価値が測られる、つまりは役に立っているのかいないのかということで人間の価値が線引きされる、はっきり言って地獄です。あなたは何かの役に立っているのか、そのような視点を持って常にあなたに問いかけられるような社会、生きてるだけで地獄です。例えばですけれども、1年間で自殺する人の数、一時は3万人を超えたけれども、現在は2万1000人に、少し足りないぐらい、ずいぶん減ったじゃないかって話ですけど、そうではありません。戦争も紛争も起こっていないこの国の中で、毎年2万人を超える方々が追い詰められて自分で命を絶ってしまう。命は落とさなかったけれども、その手前、自殺未遂ということだけ考えてみても、年間50万人を超える方々が自殺未遂に及んでいる。これ数字に数えられる、カウントされた方々だけでもこの数です。それ以外の人々も含まれたらどれほどの数になるでしょうか。生きてたくない社会、死にたくないような社会、消えたくなるような社会を変えたいんですね。生きててよかったって思える社会を作ろうじゃないか、そういう話で私は令和新選組旗揚げをしました。それが今年の4月、小沢一郎さんと山本太郎、同じグループの私は共同代表としてずっと一緒にやらせてもらいましたけれども、旗揚げをするそのスタート地点は何だったのかってことです。6年間国会の最前列にいて目の前で見てきたものは何か、はっきり言って皆さんのことは目の中に入ってませんよ。皆さんのことをどう思ってるか、コスト程度にしか思ってない。国会の中で決まることは何か、金儲けにつながることばかり、
次々に話は決まる。でも皆さんの命のことや皆さんの権利に関することは形にはなかなかなりづらい。もう壊されてるんです。大きく壊されてるのが今の世の中じゃないですか。ここまで壊れるような世の中を作ったのは誰か。政治です。だとしたら180度違う社会を作れるのも政治であろうと私は思ってます。決して悲観はしていない。みんなの力で変えられる、そう思ってます。で、この場をお借りしまして、山本太郎、現在令和新選組の代表ですけれども国会議員ではございません。2人を国会議員にしましたが自分自身は落選してしまいました。ね、本当にね、残念ながら落選中の身でございます。だからこそこうやって全国を渡り歩ける、いろんなところに行って皆さんの声を聞けるということができるわけですね。で、現在全国ツアーと巡って北海道を皮切りに第2弾として九州にお邪魔しました。九州にお邪魔した理由は何か。この何年何十年という中で一番疲弊した、政治によって疲弊したのはどこか。私は地方都市だと思ってます。国の数々誤った政策によって、例えば消費税一つ取ってもそうですよ。地方に住んでたら物価が安いって本当ですか。セブンイレブンで売ってるもの東京で買っても同じ値段じゃないですか。チェーン展開されている、地方としてチェーン展開されている、全国のチェーン展開されているような店で買うもの東京よりも安い値段で売ってますか。売ってない。それだけじゃなく、地方で暮らすには車も必要ですよ。都会で暮らすのも地方で暮らすのも十分にコストかかる話なんですよ。その一方で地方で生活を安定させるほどの収入を得ることは至難の業ですよね。どんどん格差は開いていくばかり。それに加えて農業やそのような生産者に対して首が締まってしまうような政策が次々に決められていってしまう。 TPP、 日米 FTA、 それだけじゃない、水道の民営化。ここ熊本は水が豊富なんですよね。地下水ね、蛇口ひねったら天然水なんでしょ。全国で蛇口ひねって天然水っていうのは割合的に2割だけど、熊本8割ですって。これだけ素晴らしい水資源、自然たくさん持ち合わせてる熊本、もしも全国の最低賃金が国の保障で全国一律1500円ということになったならば、これだけ自然が美しく人々も暮らしやすい熊本にもっとたくさんの人たち住みたいなって移動してくるんじゃないですか。地方都市の衰退の原因は何か。経済的衰退、それだけじゃない、国の誤った数々の政策、そういうものを一枚ずつひっくり返していかないことには地方はさらに衰退する。地方を衰退させ踏みつけた上で大都市だけが繁栄していく、そんな国に未来ありますか。私はないと思う。今この国の間違った数々の政策を変えていく必要がある。変えるためには力が必要です。だからあなたとつながりたいんです。ぜひ冷やかしでも結構です。山本太郎にどんなことでも結構、政治に関わること関わらないこと、直接ボールを投げていただいて山本がそれに対して回答をさせていただく。ただし、たかだか山本太郎です。あなたからのご質問に納得いくような答えが出せない時もある、当たり前です。そんな時にはもしこの中にそのお答えを知っている、もしくはこういう話を聞いたよ、そういう情報をお持ちの方いらっしゃったらぜひ教えてください。次はその方にマイクを代わってご意見をいただく。あなたからいただいたご意見やご質問が先々令和新選組の政策につながっていくという可能性もあります。どうか恥ずかしがらず、どうか遠慮なさらず、コミュニケーションをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。大きな音で失礼いたします。令和新選組国政政党になりました。そこで代表を務めております山本太郎と申します。山本太郎の話を聞いてる暇がないという方も大勢いらっしゃると思います。なので冷やかしで結構です。どうかチラシだけでもお持ちください。チラシだけでもお持ちください。そしてもしあなたの身の回りに展示
展示をご利用されている方がいらっしゃいましたら、展示チラシ、展示用のチラシも用意しております。それはどこで受け取れますかね。どこに出てますか。机、すいません。もしもし、どちらでしょうか。机は、あ、ありがとうございます。セブンイレブンと洋服の青山の間にですねありがとうございます。あの机を置かせていただいております。チラシぜひお持ちくださる方、そして展示用のチラシをお持ちくださる方、そちらでどうぞお受け取りください。よろしくお願いいたします。それでは皆さんから直接山本太郎にご質問、苦言、提言をいただくことを始めていきたいと思います。どなたがいらっしゃいますか、はい、どなたがいらっしゃいますか。江上くんですか。ありがとうございます。じゃあそちらの方今マイクフォローしますのでお待ちください、はい、手を挙げといてもらえますか。私の斜め後ろの方です。あ、どうも、はじめまして。まあ、私なんですけど、一応まあ言っちゃあれなんですけど、元幸福の科学の信者です。で、まあ姉が一応幸福の科学の信者で、まあ一応まあ自分でまあやめた身ではあるんですけど、まあ正直そうですね、まあ幸福の実験等の政策やらもうやり方やら納得できずに、まあ脱会しました。で、一応まあ、まあ話はそれますけど、一応熊本の方じゃもう、あの増税直後にあの新しくできたあのバスターミナル、あの桜町熊本の客足がもう10月1日になった途端にもうめちゃくちゃ減りました。何が減ったんですか。はい、何が減った。例えばもう行列ができるタピオカ屋さんもあの行列がもう途絶えましたし、もうめっちゃもう、あとフードコートも満席だ状態だったのが平日でも、そこがガラキになりました。まあ、そう、やっぱりもう今回のやっぱり増税に関しては危機感を正直抱いてます。なんで、まあ、ちょっと学会員がいるっていうのもやっぱりもう、まあ、承知の上です。で、まあ、それを覚悟して、もう分野覚悟で言いますけど、やっぱりもう消費税をもう免税する代わりに、もう宗教法人課税した方がいいんじゃないかなと個人的には思います。そこのところいかがでしょうか。ありがとうございます。令和新選組代表の山本太郎がマイクを握らせていただいております。皆さんからご質問をいただき、それに山本がお答えを返すということをやらせていただいております。まずトップバッターご質問いただいた方、元幸福の科学信者の方ってことですね。ありがとうございます。で、まあ、結局何かと申しますと、宗教に課税しろということをおっしゃってるってことだと思うんですね。そういうやり方はあるかと思います。でも宗教に課税したところで、そこまでの税収は得られないというのが私の判断です。で、どうしても足りない場合にそういうような方向性というのは考えられるかもしれませんが、私は今それをやらなきゃいけない喫緊の課題だとは思っていません。で、その前に私はもっと世の中にお金が回る、そういうことをやっていかなきゃいけない。今政府がやってることは何かというと、税金集めます。集めた税金で借金を返しますってことをやってるんです。これは全くの間抜けとしか言いようがない政策なんです。どうしてか、お金ってどうやって存在するか想像していただきたいんです。誰かが借金しないと世の中にお金が生まれない、それが当たり前じゃないですか。誰かの借金は誰かの資産になるって当たり前な話ですね。増税しますと世の中にお金が回っていない、デフレという20年以上の地獄を味わっているこの国で、みんながお金を使わない、使えない、企業も投資をしない、こんな中でお金が世の中に回っていないにもかかわらず、消費増税でお金を引っこ抜くってことをやっちゃったら、これより景気悪くなるのは当たり前ですね。で、この消費増税をした上で、それで手に入ったお金、何に使ってますかってことなんです。2014年4月消費税は増税された。 5% から 8%、 これ増税する時の理由として国が言ってたのは、増税分の全てを社会保障の充実と安定に使うということを言っていたってことです。こんなポスター見たことありますかね。
消費増税する前に全国的にあなたの税金を使って政府広報という形でいろんなところに貼られてたものよります。消費税率の引き上げ分は全額社会保障の充実と安定化に使う。ああそう、社会保障が良くなるんだったらこれ税金ちょっと上がってもしょうがないかって思われた方いらっしゃるかもしれないんですね。はい、この人お友達の人います？この人に忖度してもらった方いらっしゃいます？この中いらっしゃらない、残念です。はい、で2014年増税がされた時にも選挙はありました。衆議院の選挙です。その時の自民党のマニフェスト、ね、重点政策集にもちゃんと書いてある。なんて書いてあるか、赤いアンダーラインが引いてある部分、消費税財源はその全てを確実に社会保障に使いって書いてある。本当ですかそれ？皆さん使われたと思います？じゃあ答え合わせをしましょうという話です。はい、こちらにご覧いただいているグラフは何か、内閣官房というところから出たもの。消費税 3% を増税して、それが2014年度からいくらぐらいありますってことを言ってる、何に使いましたってことを言ってるってことなんです。中身を見てみる。初年度2014年度は税収が低かったけれども、その翌年からはコンスタントに 3% 分で8兆円の財源を担保できた。 3% で8兆、 3% で8兆で、一番新しいこのグラフの中では2017年、皆さんから見て一番右側のグラフを見ていただくと、その内訳が書いてある。8兆円のうち社会保障の充実、社会保障の充実に使われたのは赤い色の部分のみ。おかしくないですか？少なくないですか？これパーセンテージにするとどれぐらい？ 16%、 16%。 おかしくない？もう一回戻りますよ。はい、消費税率の引き上げ分は全額社会保障の充実と安定化に使われますという約束をしておきながら、実際に使われた分はどれぐらいですかと見てみたところ、社会保障の充実には赤色の部分しか使われていない。 16% ですよ。話違うじゃないかってことです。じゃあ残り 16% ですから 84% 何に使ったんですかってことを内閣官房に問い合わせた。その内訳を出せと言った。その答えは、うちではそういうことをやってませんと言われた。おかしくないですか答え？おかしい。だってこれに使うっつって約束してたのに、その内訳を出してくれっつったら出せない、いや出さないんだっていう話をしだしたってことなんですね。まあ見てみても確かに基礎年金国庫負担割合3分の1だったものを2分の1に引き上げる、基礎年金を国が持ちますっていう部分を引き上げたりということには使われているのは確か。ただ不明な部分がある。恒大への付け回し軽減、つまり何なのかってことなんですよ。つまり何なのかってことを総理自身がしっかりとお答えくださった。はい、2019年の初めに安倍総理が施政方針演説、施政方針演説とは私たちこういうことやってきますってことを発表する場です。何を言ったか読みます。消費税増税分の5分の4を借金返しに充てていた。増税分の 80% です、借金返しに充てていた。話戻ります。何か消費税増税ってデフレが20年続いてみんなが生活厳しくなってる状況で消費に罰金をかけていくって、これ大間抜けなんです。一番やっちゃいけない。だって消費がより弱る、物が売れなくなるっていう原因を作ってるってことです。景気を良くするためには消費を喚起する以外ない。消費って何かっつったら皆さんが何か物を買うことですよね。あなたが何か物を買えばそのお金は回り回って誰かの所得に変わる。当たり前です。消費と所得の関係、消費が落ちていけば所得も落ちていきます、消費が上がれば所得も上がっていくって当たり前の関係性ですよこれ。話戻ると、それに対して消費税、消費をするたびに罰金を取られるってところを強化してるんですから。
話戻りますね。世の中にただでさえ回ってないお金を無理やり引っこ抜いたのが消費税、そして消費税増税。そこに対して集めたお金を少なくとも全額社会保障に対して投資をする、社会保障に対して投資をするということをすれば一部の分野では成長するんです。投資ですから。無理やり引っこ抜いたお金を集めたとして、それは最悪の選択ですよ。やっちゃいけないけれども、やっちゃったから。お金を集めた上で、その集まったお金をある分野に投資をすれば、その分野は成長するって当然のことなんです。でもそれやらなかったんです。 16% の充実と、総理自ら言ってるのが増税分の5分の4、80% を借金返しに当てていたってことを言ってる。つまりは何か、世の中に存在していたお金を、借金を返すことによって世の中からお金の存在を消しちゃったってことなんです。冒頭言った通りです。どうしてお金があるんですか。お金がある理由は誰かが借金したからですよって。誰かが借金することによって世の中にお金が生まれてくるっていう当たり前の関係、その関係性の上でみんなだから引っこ抜いたお金を借金返しに使ったら、ただでさえお金回ってなかったところのお金を回収し、そのお金の存在自体を消すという借金返しに回しちゃったら、これより景気悪くなっちゃうって、何やってくれてんだって話なんですね。話戻ると、税金をいくら取ったとしても、その使い道によっては最悪の結果が導き出されるってことなんです。それが消費税であろうと、それがおそらく宗教から課税して集めたお金であろうということですね。どこからお金を集めるかという議論は幅広くしていかなきゃいけない部分だとは思いますけれども、今すぐに私は宗教に対して課税をしなきゃいけないぐらい日本国が困っているのかということに関してはノーだと言えると思うんですね。まあ、いろいろありますよ。もともと入られてたところには勝手に霊を下ろしていろいろベラベラ喋ったりするっていうような非常に楽しいアトラクションもねあったようですからでも、まあそういう宗教があったとしてもですね、今とにかくいろんなとこから絞り取らなきゃいけないという状態では本当はないんだってことなんです。財源は税だけではない、これはまた後ほどお話ししたいと思います。税のみ、この国で使える財源は税のみなんだっていうことになるならば、おそらく宗教法人にも課税ということを進めていかなきゃいけない局面はやってくるかもしれません。でも私は今そういう局面ではないという話です。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかと申し訳ございません。令和新選組代表山本太郎が皆さんからのご質問にお答えをいたしております。たかだか山本太郎ですので、皆さんからのご質問に満足なお答えを返せるかどうかは分かりません。その際にはその問題に関してもしご存知の方がいらっしゃったら、山本に知恵をつけていただきたいです。皆さんがつけていただいた知恵から次の令和新選組の政策が生まれる可能性がございます。どなたかご質問ありますか。先ほど前列行ったので後ろの方から行きますね。まずは男性、先ほど喋られたので女性でどなたかいらっしゃいませんか。あ、いらっしゃいましたね。すいません、じゃあそちら前の方に来ていただけますか。おそらく一旦外、あ、そうですか、大丈夫ですか、ありがとうございます。前の方で、すいません、マイクの電波の都合がありまして、ありがとうございます。お待ちください、手を挙げてください、マイクをフォローしますので。お金のことで質問があるんですけど、ちょっと意味が分かんないんですけど、海外に対して1000億円の借金があると政府が言ってるらしいんですけど、それで一人一人、国民一人一人に800万の借金があるらしいんですね。それが大嘘で、その1000億っていうのは国民が銀行に預けたお金を銀行が政府に1000億貸してたらしいんですよ。そのだから私たちが銀行ちゃんに、ね、貸してるお金を勝手に1000億政府に貸しておいて、政府はそれを海外に1000億借金が、日本人には1人800万の借金があるなんて大嘘をついてね、
ください。いや、600億円借りてるんだけど、900億円貸してるから300億円のプラスがあるらしいんですね。いや、だからもうそのね、なんで国民に嘘つくのかっていう、すごく腹が立ってるんですけど、それはどうして、ね、嘘がそんなに簡単につけるんでしょうね。ありがとうございます、令和新選組代表山本太郎が皆さんからのご質問にお答えをいたしております、政府がなぜ嘘をつくのか、政治家がなぜ嘘をつくのかということを私に聞かれても困りますということがまず最初です。すいません、まあ、その方々、嘘をつかれる方々の精神構造まではなかなか分かりづらいと、まあ、でも嘘をつかなきゃやっていけないという部分があるんだろうと、そういう意味では国の借金、正しくは政府の借金というところにも多くの洗脳が行き届いている、財務省側の洗脳が行き届いていると私は考えます。つまりは何か、先ほどおっしゃっていましたけれども、少し事実誤認の部分もあると思います。日本国内の借金は外国からのものではありません。あった、ありがとう、出してもらえますか。ありがとうございます、これはですね、国債の保有者ですね、日本国債の保有者どれぐらいいますか。2017年12月の段階で1093兆円、このうち 88.8%、 これが国内です。海外からの借金どれぐらいですか。 11.2% です。その程度です。ほとんどが日本国内からの借金だという話なんです。で、この借金という部分に関してなんですけれども、で、政府の借金が1000兆円を超える、一人頭900万円近い借金を抱えることと同じことですって。どうしてそうなるんですか。おかしくないですか。例えばあなたのお勤めになっている会社、お勤めになっている会社、ここにその企業が借金を抱えてたとしても、会社員一人当たり、自分とこの従業員数一人当たり借金いくらっていう計算の仕方します？しませんよね。それぐらいに不自然な話をされてるっていうことをこれから皆さんにお話しします。政府の借金イコールあなたの借金ではないという話です。じゃあ誰の借金なのっていうことですね。冒頭にも言いました、誰かの借金は誰かの資産になるってことです。借金という側面もあるけれども、見方を変えれば誰かの資産だってことですよね。それ違いますか。借金という存在がただあるわけじゃないです。誰かの借金は誰かにとっての資産になるっていう当たり前の話です。じゃあ一方政府はどうなんですかってことですね。1000兆円の借金、これどっから借りてるんですかって、皆さんからですよってことじゃないですよ。この先ほど示しました国内の 80% を超える 90% 近い、国債、政府の借金というものに対して大きく間違えられる内容の一つとしては、要は銀行が皆さんから集めた資金を元手に国債を買ってるって勘違いすることなんです。全然違います。元手はそこではないです。日本銀行の中にあるそれぞれの銀行の預金口座みたいなものですね、当座預金、そこからお金が出入りしているだけのことなんです。皆さんから資金を集めてそこから国債をやり取りしているわけじゃないんです。政府の借金イコールあなたの借金ではない、当たり前な話です。逆に言えば政府の借金イコールあなたの資産なんですよっていう話。じゃあ例えばですけれども、この1000兆円の借金を全額返しますっていう話ですか。借金けしからんっていうんだったら、この1000兆の借金を全て返済すればご満足ですかって話です。全部返済したら何が起こるか、世の中に存在しているお金のほとんどが消えますよ。冒頭に言いました、お金はどうやってできますか。誰かが借金することによってお金という存在が生まれるんですってことです。1000兆円の借金全て返済するっていうむちゃくちゃな前提に立ったとしたら何が起こるか、世の中に流通している多くのお金が消えてしまいますよ。政府の借金イコール
あなたの資産になるんですって話を日銀の資金循環統計をもとにお話をします。大きな音で失礼いたします。令和新選組代表山本太郎です。政治家はなぜ嘘をつくのか、官僚はなぜ嘘をつくのか、その答え、それは自分たちに都合のいいような世の中を作っていくためです。その最たるものとしてお金というものがあると思います。政府の借金イコールあなたの借金ではないということをこれから日銀の資料をもとにご覧いただきます。ご覧いただいているのは日本銀行の資金循環統計というものを元に作ったグラフ。遠くすぎてちょっと見えない方いらっしゃいますかね、このグラフ、上に行けば黒字、下に行けば赤字、この中で2つの線、ブルーと赤のラインがあります。何を表しているか、ブルーのラインは民間の貯蓄だと思ってください。赤のラインは政府、特に表されているのは政府の赤字です。見ていただきたいのが真ん中あたり、民間の貯蓄、ブルーのラインが上に上がっていっているとき、政府の赤いラインはどうなってますか。赤字が増えてます。政府の赤字が増えているときには民間の貯蓄が増えているんだという話です。これはそういう相関を持つというのが見ていけば分かる話なんです。政府が借金してそれを財政出動することによって民間の貯蓄が増えていく、そういう話なんです。ただこの法則が崩れた時はあった。いつだったか、この表を見ていただいたら一番左側、バブルの時に両方とも黒字になったって話なんです。政府の赤字を拡大して財政出動をしていくことによって民間の貯蓄が増えていく。政府の借金イコールあなたの借金だったらこんなことにはなりませんね。両方とも赤字になっていくはずですよ。でもそうじゃない。お金の関係は表と裏、裏と表、誰かの借金は誰かの資産であるっていう当たり前の話。もっと分かりやすく言ったら何かって言ったら、政府が20兆円借金をしたとします。20兆円、その借金をした上で皆さんに20兆円財政出動をしたとします。例えば社会保障、政府が20兆円の借金をした上で皆さんに20兆円の社会保障としてお金を出した場合、政府にとっては借金であっても皆さんにとってはこれ資産になるんじゃないですか。そういう関係性です。じゃあ破綻するなんてことありえるんですかってことなんです。このままじゃ日本が破綻すると思われる方どれぐらいいらっしゃいますか。もう30年以上前から言われてます、日本は破綻する。でも一度も破綻していません。破綻するような国なのであるならば、一番変化が現れなきゃいけないのが金利です。どうしてか、借金を重ねるわけだから当然この先どうなるかわからないという相手にお金を貸すときには金利は上がりますね。闇金、町金、どうですか、金利高く取りますね。30年以上日本は破綻するとずっと言われ続けている一部の人たちによって、これが本当ならば日本の金利は高くなきゃおかしいですよね。見せてもらえますか、金利の変動。ありがとうございます。こちらに出てきているのは1997年からの20年間の日本国債の金利、その推移、左側が97年、右側が2018年、3種類ありますけれども、このうちの真ん中オレンジ、これが10年もの国債の中のスター選手、長期金利10年ものを見てみれば下がりっぱなしなんです。どうやって破綻するんですか。破綻しようないです。日本がこれ以上借金をしたら破綻をしてしまうんだということの裏付け、何もないじゃないですか。現在の金利どれぐらいか見せてください。ご覧いただくのがこの長期国債の利回り、 0.165 マイナスですよ。マイナス 0.165。 このままじゃ日本は破綻するってデマもいいとこじゃないですか。マイナスですよ。世
界から見て日本はどう見えてるかって言ったら、財政的には健全だっていう見られ方ってことです。そんなことないだろう。日本の赤字とんでもない今量数になってるじゃないか、そういう話も聞こえます。でもそれって本当ですかってことなんです。例えばですけれども、日本円で借金をしている、これが日本国債ですよね。政府の借金 88% 日本国内から借金をしているという話になっている。これ日本円で借金してるんです。日本円で、日本円で借金をしてて、これが返せなくなることってあるんですか。いかがでしょう。日本円で借金をしてて、一方で日本円を発行する能力を持ってるんです。これでどうやってデフォルトするんですか。これでどうやって支払い不能になるんですか。なるはずもない。日本円で借金をしてて、必要あれば日本円を発行して返すことができる。この時点でデフォルトなんてしない。債務不履行なんて起こらないって当たり前の話なんです。これを見ていただきたいんです。財務省、今私が言ってることは山本太郎が勝手気ままに発言をしているってことではございません。2002年2003年の時点でも財務省自身がこれは認めている話です。見ていただきますのは2002年、日本の国債が格付けを落とされるというようなことが起こった。それに対して財務省が反論をしてるんです。世界的な格付け機関にムーディーズ、S&P、フィッチなどの三大格付け会社、日本の国債を格付けを下げるということをやったことに対して財務省はどういうことなんだって怒りの声を上げた。この格付け会社に対して意見書を出したんですね、3回にわたって。それは今現在の財務省のホームページでご覧いただけます。その内容を見てみます。第1弾で言ってることはこんなことでした。日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。円で借金してるのにどうしてそれが支払い不能になるんですか。考えられないじゃないですかっていう反論をしてるってこと。山本が先ほど言ったことと同じ、円で借金してるのにそれが返せなくなることありますか。日本円を発行できるんですよって話、これを自ら財務省が世界の格付け会社に反論をしているということ。他にもあります。はい、ハイパーインフレの懸念はゼロに等しい。当たり前です。ハイパーインフレってどういう要件でなるかっつったら、例えば第一次世界大戦後のドイツとか戦争で供給体制が完全に壊されているような中で起こるようなことですよ。日本はそういう状態にありますか。太平洋戦争末期とか、山本太郎が言ってるようなことをやったらハイパーインフレになるっていう意見あるんです。例えばどんな感じですかって言ったら、第一次世界大戦の後のドイツとか第二次世界大戦末期の日本とかみたいな話があって比べるのおかしくないですか。日本は供給体制万全ですよ。何をどのようにしてハイパーインフレが起こるんですかってことなんです。だからこそ財務省はハイパーインフレの懸念はゼロに等しいってことも言ってるわけです。他にもあります。戦後初期アメリカは GDP 120% を超える債務を抱えていたし、1950年代初期のイギリスは 200% 近くの債務を抱えてたという事実を無視して、つまり何を言ってるか、借金の量の話じゃないだろうって言ってるんです。一体何をもってこのままじゃ日本は破綻するって話をしてるんですかってことなんです。ギリシャがそうじゃないかって話あります。でもギリシャは違います。ユーロ圏です。使ってる通貨ユーロです。ギリシャが借金をしててもユーロは発行できないんですよ。どうしてか、ユーロを発行できるのはヨーロッパ中央銀行だからってことです。日本は日本円で借金をしてても円を発行する能力ありますよ。通貨の独自性があるから。けれどもユーロ圏に住んでいたらユーロ圏の国々にはその通貨の独自性は奪われた状態なんですね。
ギリシャの独自通貨というものは発行できないという段階だとするならば、ギリシャは借金をしていても外国から借りているのと同じ状況になる。だから破綻するのもあり得るってことなんです。でも日本は全く違います。全く違う。借金1000兆円、一人頭900万、このままじゃ困るから増税よろしく、そういう話なだけです。騙されちゃいけないって話です。騙されてる場合じゃないってことです。じゃあ無限にお金をすりまくってみんなに配りゃいいじゃないって話にもなり得ることですよね。でもそれはまずいんです。どうしてか、インフレが行き過ぎる可能性があるから。インフレが行き過ぎたらどうなるかって言ったら、お金の価値なくなっちゃいますね。だから国は、日銀はインフレの上限を定めてます。インフレターゲット 2% 2%、 とてもじゃないけど 2% なんか到達しないですよ。だってお金の量は増やしてるけど、お金が回るような政策をほとんどしてないんですから。今これを理解してなかったらアベノミクスを批判する理由にもなんないんです。だからみんなでお金のあり方っていうことに対してもっと議論していきましょうってことなんです。経済についてみんなが興味を持って議論ができるようにならなきゃ、政治には勝てないです。官僚には勝てないです。企業側には勝てないですよ。思うように搾取され続けるだけ。この20年間のデフレ、お金が回らないという状況で何が生まれた？物価が安くなってきた。物価が安くなれば当然みんなの賃金も下がっていきますよ。物を作ろうという人たちもより安いものを作らなきゃ売れないっていうどん底への競争に突入しますよね。みんなお金がない、将来に不安がある、お金を出さない、物が売れなきゃ、消費がなきゃ賃金に回らないじゃないですか。それを20年以上続けてこの国がどんなことになったかってことですよ。国民生活基礎調査をしてください。これはもう有名な話でございます。国民生活基礎調査、厚生労働省の調べ、もう十分皆さんご存知なことと思いますけれども、生活苦しい人どれぐらいいますかっていう国の調べです。厚生労働省の全体の 57.7% が生活苦しい。おかしくないですか。そんなの完全地盤沈下してるんですよ。 57.7% が生活苦しくなるような政治を続けてきてるっていう話なんです。20年以上デフレが続く国、日本以外にあったら教えてください。今年の最初、安倍総理に直接聞いた。安倍総理の答え、ございません。当たり前です。こんな間抜けな国は日本だけなんです。この国に生きる人々を苦しめるような、一部の人間だけおいしい思いするような政治を続けて人々の生活を破壊し続けてるんですよ。デフレからの脱却やるんだったらさっさと金出せなんですよ。生活が大変苦しい、やや苦しいと感じている世帯 57.7%、 母子世帯 82.7%、 もうこのままじゃ壊れますよ。国は壊れない、形だけ残る。ただその国に生きてる人たちは壊されていく。日銀にしてください、一人当たりの貯金。これももう有名な、次見ていただくのもグラフです。グラフというよりも数字です。これ日本銀行の調べです。私国会で何回も質問してたら次の年から調べ方変えられたんです。連続して比較できない調査にされちゃったんです。それぐらい嫌だったんです、この調査出されるの。年齢別、一人暮らし、貯蓄ゼロ世帯の割合、20歳代 61%、30歳代 40.4%、 貯蓄ゼロ、40歳代 45.9%、 50歳代 43%。 ボロボロじゃないですか。この国に将来あると思いますか。この数字見て何をすべきか、することはっきりしてるんですよ。ずっと言い続けてるんですよ。6年間金を出せなんですよ。特に全世代、全世代型で、全世代横断的にテーマはあるんですよ。みんな生活苦しい。その中でも特に国が財政を絞った、小泉竹中の時代に財政を絞った、いわゆるロストジェネレーション、35歳から45歳周辺の人たち、本来ならば第3次ベビーブームを起こさなきゃいけなかった、
国が金出さなきゃいけなかった。シングルマザーでも楽に子育てをできるような社会整備する必要があった。そんなことしなかった。50年前から少子化になるって言われてたのに全く手を打たなかったんですよ。誰一人政治家腹切ってない、いい気なもんですよ。それで少子化が国難で国会を解散したりしてるんです。茶番もいいとこ、いい加減にしろです。話戻ります。20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、ここに対して今できる限りの救援政策を投入する必要がある。第3次ベビーブームを起こして人口を保つということをしなきゃいけなかった。一定数希望する人には家族が持てるということを実現できるような社会的整備を行わなきゃいけなかったけど、そんなことしてない。じゃあ今この少子化という部分に対して一体どのような手こ入れをしていくべきなのかってことを考えたときに3つ挙げられる。3つ。1つ教育、本人その家族に負担がかからないようにする、当たり前ですよね。日本はどうなってる。奨学金ですって。社会出るときに300万、400万、500万借金せよって。大学院で1000万超える借金、それで少ない給料でどうやって生活するんですか。自分一人生きるだけで精一杯ですよ。家族持てますか。自分が借金背負ってるっていうだけで結婚できない理由の一つになりませんか。自分だけではなく自分が好きになった相手も同じシチュエーションだったら家族を作ろうって話になりますか。なりませんよ。少子化が問題だっていうんだったらまずやらなきゃいけないのは教育に負担をかけないってことですよね。当然です。3つのうちの1つがそれ。日本